新型1890番台による快特イブニングウィング号の運行が始まりました。京浜急行電鉄は、今日27日、平日のダイヤ改正を行い、イブニングウィング14号、16号の運行形態を変更しました。イブニングウィング号は、京急線で、平日夜に運転されている有料着席列車です。今回のダイヤ改正において、品川駅20時58分発の14号、品川駅21時19分発の16号の運行形態が変更されました。これまでは、8両編成である2100型によって運転されてきましたが、快特の後ろに4両編成を並結する形に変更し、金沢文庫行きとして運転することとなりました。新型1890番台を使用しての運行です。新型1890番台がイブニングウィング号に充当されるのは初めてとなります。京浜急行電鉄によると、発車番線を品川駅3番線から1番線に変更することで、JR 線や都営線からの乗り換え利便性の向上を図るとしています。なお、2号から12号については、従来通りの運行で変更はありません。これで、11月27日の KAB ニュースを終わります。